自治家、実業家、物理学者。衆議院議員、参議院議員、自由の会代表、無所属の会代表などを務めた。自由民主党副総裁、外務大臣、通商産業大臣を歴任した椎名悦三郎の次男。東京都文京区出身。旧政府立高等学校を経て1953年、名古屋大学理学部物理学科を卒業。 電源開発に入った後、アメリカアルゴンの国立研究所に入所する。帰国後、精密機械メーカーサムタクを設立し、自ら取締役に就任した。1979年、父、椎名悦三郎の引退に伴い、第35回衆議院議員総選挙に、旧岩手2区から自由民主党公認で立候補し、初当選する。なおエツサブローは、 この選挙戦の最中の9月30日に死去した。当選後はシーナ派が解散したこともあり、無派閥となった。自民党国際局長を務めたほか、リチャード・アーミテージ元国務副長官や、ビル・ブラッドレイ元上院議員ら、アメリカの政界に知人が多い地米派、国際派であり、中曽根康弘首相、ドナルド・レーガン大統領の書位、ロンヤス会談の成功にも貢献した。 1990年の第39回衆議院議員総選挙で落選。1992年第16回参議院議員通常選挙に岩手県選挙区から出馬し当選。1993年に自民党を離党する。同年夏に発足した細川内閣には好意的であり、後継の羽田内閣祖閣時には経済閣僚候補に シーナの名前が上がるも、入閣は実現しなかった。1995年に無所属の参議院議員を急合し、電費でオラと院内会派、参議院フォーラムを結成。1997年には自由の会に所属する。1998年、参議院議員に2期目の当選。1999年無所属の会結成に参加し、その後同会代表を務めた。 2004年に政界を引退する。雑誌、中央公論などに外交評論を執筆するなど、言論活動も行った。2007年3月16日、肺炎のため死去。76歳没。打つ。元中大大使、外交評論家の岡崎久彦とは、旧制高校の同級生。ありがとうございます。